現実をお願いします。今日はですね、1889年からあります、ものすごく大きいブランド。皆さんもご存知の D あるじゃないですか。その D と、なんと、この度、リドムとコラボアイテムがリリースすることが決定したので、そちらを皆さんにご紹介したいと思います。では早速、行ってみよう！はい、というのは本日は D とリドムのコラボアイテムがこの度、まだ時期はね先になってしまうんですけども、リリースすることが決定いたしましたので、そちらを皆さんにご紹介したいと思います。ということで、いや、ものすごいですよね。わずか2年目にして D とコラボできることが決定いたしました。ありがとうございます。で、なんですが、今回、リリースはまだまだ先で、このシーズンには今の段階では決まってるんですけども、サンプルがですね、ついに予約できたということで、今回はそのサンプルを皆さんに特別に先行で公開したいと思います。で、そのサンプルとは何かっていうことなんですが、こちらね、まあ他社のブランドさんなんですけども、こちらのアイテムを作る前に、実際にまず試作段階を作ってから、いざこれだってことを決めてリリースをどんどんしていくんですね。なので、ぶっつけ本番でリリースっていうわけではなくて、試作をどんどん重ねた上でアイテムをリリースするんですけども、その試作、そう、サンプルがですね、ついに皆さんに公開できることになりましたので、そちらをご紹介したいと思います。ですので、今回ですね、リリースさせていただくアイテムは3アイテムあります。それがですね、テーパードデニム、そしてワイドデニム、そしてロンティーでございます。はい、その3点をですね、リリースすることが決定いたしました。ですので、2年目にして早くもリーとコラボすることが決定いたしました。めちゃくちゃ嬉しいです。はい、で、こちらもうね、リドムスタッフの方が開けているので、もう開いてるんですが、僕は本日ですね、実は初めて見ます。事務所からまだ見ずに家まで持ってきました。では早速開けていきましょう。本当にね、楽しみだったんですよね。そのどのようなものを作るとかはもうすでに、ね、入念にね、打ち合わせをしてるので、どんなものがあるのかっていうのは分かっているんですけども、どのようになってるのかっていうのは本当に、ね、楽しみなんですよね。ということで、早速開けていきましょう。でべべべべ、はい、開けました。上にね、ロンティーがあったんですけど、やばいっすね、超かわいい。ということで、僕的にはもうどっちも見ていただきたいし、デニムの方がね、気になる方は、まあ、リーと言ったらこういったね、プリントだったりとかもあるんですけども、デニムがね、非常に気になっている方も多いと思うんですよ。でも、その前にまずはロンティーをですね、紹介したいと思います。それがですね、こちら、この段階だと分かりづらいと思いますので、実際に着ていきたいと思います。じゃららん、こちらがですね、リーとコラボしたロンティーでございます。ここの、いくよ、はい、ここにですね、リドムとロゴが入っております。で、そのタグのちょっと下に見えるので、さりげなくリドムと構えてるのが非常にかっこいいなと思って気に入っております。で、さらになんですが、この肩の落ち感だったりとか、この袖口のアームの太さ、そしてリブのところだったりとか、あとこのパッチもね、選んだんですよね。で、さらにはだけどれぐらい長さがいいか、どれぐらい現地だったら着やすいのかっていうのを非常に考えまして、今回こちら作りました。ということで、早速着ていきましょう。いきます、せーの、はい、来ました。いかがでしょうか。めちゃくちゃ今年のトレンドの要素をいっぱい詰め込みました。というのも、今ね、リブをギュッと締めて余分にね、長さを取ることによってリブのたるみをたるませてるのが非常にね、トレンド的には可愛くて、僕もね、わざわざシュッとたるませることによってオーバーサイズ出しました。で、さらには着丈はそこまで長くせずに、これで T アクセサリーを見えるサイズ感にしました。見えますかね、ちょっと見えるのが。はい、で、さらになんですが、肩の落ち感をここぐらいでもよかったんですが、ちょっと落とし気味でデザインしました。いかがでしょうか。で、本当にね、この試作段階だとスリットがね、ちょっと浅かったので、スリットはもっと入れます。はい、ということですね。いかがでしょうか。めちゃくちゃ合わせやすいと思います。はい、でね、ライダースとのサイズ感もものすごくベストマッチしてます。こちらライダース、非常に多くの方にゲットしていただいたんですが、このライダースと合わせやすいサイズ感がいいなっていうのも、このロンティーを考えてる時のサイズ感だったので、今ね、着てみて、あ、やっぱり間違いなかったなと思いますね、このサイズ感は。で、さらになんですが、はい、こういったオーラリーの綺麗めのね、シャツアウターとかでも白だからね、当然合わせやすいので、ものすごくおすすめでございます。かなり長いので、まあ、出てくることは難しいんですけども、それでもね、非常にかっこいいですよね。めちゃくちゃいい。何よりね、このリーのロゴが例えばカップルコーデだったりとかでっていうのもいいのかなと思いますし、さらにこの丈感が絶妙で、ワイドパンツ合わせてもかっこいいですよね。さらにこの袖のね、ロゴもめちゃくちゃ可愛いです。はい、ということで、次にですね、デニムを開けていきたいと思います。デニムは2種類あって、
て、しかも2色展開ずつですので合計4色ございます。そちらをね順々にご紹介していきます。はい、まずはテーパードパンツの方からご紹介していきます。いきます、せーの、じゃららん。ということでこちらがですねリーとリドムのコラボのデニムでございます。はい、で実際に今僕も初めて見るんですが、いやいい、めちゃくちゃ可愛い。こちらのポケットのデザインが可愛いですよね。でここのね縫い目も緩やかなカーブがあって、非常にここのパッチポケットもめちゃめちゃ可愛いですね。でさらにこちらにリドムのロゴがございます。でシルエットなんですが、こうやって見せるより実際履いてった方がいいかということで、早速履いてご紹介していく前に、ステッチの色は黄色ですね。黄色がまあ可愛いんだし、あと D のパッチロゴ非常にいいし、これがねどん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 使っていけば使っていくほど経年変化が出てて、色なじみもまた可愛くなるので、そこもまたおすすめでございます。はい、では早速2色展開あるうちの明るい色の方から履いていきたいと思います。色の展開としましては、こちらがウォッシュ加工がされている方で色がねだいぶ明るいですね。でこちらの方はリジットデニムの色として楽しめるので、そこもまた状況に合わせて皆さんが持ってるデニムだったりとか皆さんの好みによって選べるのも魅力的な点でございます。でこちらも同様に黄色いステッチが入っているので、そこもまた超可愛い、見ててしね、お尻がね超可愛いの。今回のね D のデニムの可愛さ、自分的にもしたいのがこのお尻の可愛さなんだよね。これがいい。はい、では早速ですね履いていきたいと思います。テレレンテレレン、うん、あめちゃくちゃいいわ。いいし、さらにあこれねやばいわ。どう？めちゃくちゃいいんだけど、これサイズ感バッチシですね。で、はい、ということで履きました、いかがでしょうか。超いい。というのもデニムってこうストレートのものだったりとか、あとは合わせづらい印象があるかと思いますが、その方はギュッと細く締めてるので、こういったテーパーの太ももはゆるっとしてるんですけども、外がこう細くあってくれることによって非常に使いやすいなと思います。ですので足が太くてちょっと困ってる方には非常におすすめですね。で、さらにはポケットの位置をこう入れるのもまあいいんですけども、横から入れるようなデザインにしました。そうすることによって、どう、ルル可愛いよね。そうすることによって横から入れることに慣れてる人からしてみればめちゃくちゃ使いやすいんじゃないかなと思います。さらにはこの良さがもう一点あって、冬とかあとは秋とか春とかコート着た際にビキニとしても合わせられることができるんですよね。というのも見えるサイズがここからですので、コート着た時に。ですのでちょっと着てみようか。はい、コートを着ました。でコートから見えているこの足のところ見ていただきたいんですが、もう V シルエットが出来上がってますよね。ですのでこういった細身のパンツが好きな方からしてみれば、ここはねゆるっとしてるから履き心地もいいし、手元のところが細くてまたそこも合わせやすいんですよね。なんでこれは超おすすめ。めちゃくちゃとんでもないものが完成してしまった感ある。はい、そして次にノンウォッシュの方の M サイズを履きました。先ほどのは S サイズだったんですが、こちらは M サイズでございます。いかがでしょうか。結構若干ハイウエストで締めています。いかがでしょうか。これもねまたいいね。でさらにロールアップの時どんな感じに見えるのかっていうと、ロールアップした姿もまた可愛いですよね。いかがでしょう。うん、めちゃめちゃいい、超絶いいよ。これはねマジでいいものができてしまった、おすすめですね。てかまあ僕だったらどっちの方が好きかな、皆さんどっちの方が好きかな。俺はもうどっちも好きだけども、このカラーもな使いやすいしね、おすすめですね。はい、そして次にですねワイドデニムをご紹介したいと思います。以前ねリドムからもちょっとで、ね、1回出したんですが、今年もですねワイドデニム出すことが決定いたしました。でしかもリリーさんとのコラボで、ということでやばいな、めちゃくちゃ嬉しい。ということでですね、色の順番的にはこちらから入っていきましょうかね。先ほどと同様に、で先ほどよりもよりねこう後ろのポケットが幅広くて、はい、さらにですがポケットがね広いだけじゃなくて、こちらにもリリーさんとのデニムのコラボということで、作業工程をさらにどん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 上げていって、こちらにも一工夫加えております。めちゃくちゃ可愛いです。はい、でさらにですが今スケッチの色をね見せることがトレンドなので、可愛いステッチのカラーを白にしてより調するようにしていました。では早速履いていきましょう、せーの、はい、で合わせましていかがでしょうか。あのねめちゃくちゃ可愛い。僕といったらキニーの印象があると思うんですけども、こういったワイドデニムもねマジでいいね。本当にワイドデニムってちょいっとね長すぎるぐらいの方が可愛いかっこいいって方も多いと思うんですが、長すぎると逆に使いづらいなっていう僕の気持ちがありまして、絶妙サイズ感にしました。でさらになんですが、ハイでロールアップをしました。でワイドデニムってロールアップすると垂れてきて
ちゃうっていうことが多いんですけども、垂れてこないように厚めになったりとか、作業工程で工夫を加えるところも非常に魅力的な点でございます。なので、まあ、ちょっとね、足首を見せて履くっていうのもまた可愛らしいところかなと思います。さらには、はい、タックインしました。で、このポケットのところも、始まりここではなくて、ここまで落とすことによって、ポケットに手を入れやすいようにしました。で、さらにめちゃくちゃポケット深いです。で、裏の感じがこんな感じになっています。なんで、超ね、可愛いし、色も絶妙な色味なので、使いやすいし、おしゃれ。これはね、とんでもないものが完成してしまったなって感ありますね。シンプルに自分が欲しいもんな。これが他社のアイテムだったとしても、いかがでしょうか。はい、そして次に、ノンウォッシュの方のワイドデニムを履いてみました。いかがでしょうか。これはね、また超可愛いサイズ感で、もう、今すぐにでも欲しいですね。し、今からでも履きたいですね。なので、あえて、ライダースとかと合わせるとこのような感じになります。いかがでしょうか。今は、カイコのウォレットチェーンにライダースを合わせて、で、さらに、ワイドデニム合わせてるので、これ中タックインすることで、チョコが履かれて、またかっこいいコーディネートになってるのかなと思います。はい、もう大満足。早く、皆さんにリリースしたい。届けたい。はい、では本日は、リドムとリーのコラボアイテムのサンプルを皆さんにご紹介しました。で、今のところ、予定ではあるんですけども、こちらのリリース予定日というか、リリース予定の時期がこちらになっております。ぜひね、こちらの時期、まだ先かと思いますが、楽しみに待っていただけたらなと思いますし、あとは下の概要欄に、リーのアイテムだったりとか入っておきますので、ぜひそちらもご覧ください。今日の動画少しでもいいなと思いましたり、今後もファッション動画見たいなと思う方は、ぜひ、チャンネル登録のほどよろしくお願いします。そして、高評価していただけると幸いでございます。はい。で、さらに、リドムのホームページは下の概要欄に載ってますので、ぜひ下の概要欄からぜひチェックしてみてください。では、次回の動画でお会いしましょう。以上、現地の動画でした。ありがとうございました。